私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。氷が湧きよし、自分を見つけてスケールアップしたいという声が続く限り歌いたい。コロナ災いで世の中が停滞ムードにあります。だからこそ、テーマパークのように劇場に入った瞬間から華やかでワクワクするような形にしたかった。見て聞いて、食も楽しんで、来場した方が明日からまた頑張ろうと前向きな気持ちになれるような空間をみんなで作り上げていきたい。そんな劇場公演と同様に、年末まで皆さんが前向きな気持ちになれるようなワクワクしたことをやりたいと新たな挑戦を続ける CS チャンネル銀河6ケラ9月4ヶ月連続氷川特集 CS 放送チャンネル銀河では6月から9月まで4ヶ月連続で氷川きよし特集を放送する。進化し続ける姿に迫るコンテンツが満載の豪華なラインアップで、目玉はオリジナル番組氷川きよしのホピー PY キッチンの第2弾。今回は氷川がフランス料理に挑戦する。他にも NHK の趣味の園芸歌コンや2020年の明治座公演など CS 初放送や TV 初放送となる番組が盛りだくさん。群青の弦64新たに発売。最新曲群青の弦糸のカップリング曲とジャケット写真を新たにしたシングル D タイプ E タイプ F タイプを6月14日に発売する。D タイプが美空ひばりさんの歌は我が命をカバー。E タイプが書き下ろしのオリジナルシャンソン楽曲、恋とバラの日々。F タイプが軽快なリズム演歌、カモメの純情を収録。ジャケット写真は、それぞれ白い着物姿で凛とした表情を見せる氷川のポーズが異なるビジュアルだ。もう、大丈夫。声も戻りました。3月上旬に喉の不調を訴えコンサートツアーの6公演を中止延期した氷川。その後、喉のポリープを摘出。歌唱への不安も解消したとあってか、晴れやかな表情を浮かべながら登場した。そして、いろいろご心配をおかけしています。と、年内いっぱいで歌手活動を休養する真意を語った。デビューから22年間皆さんのご期待に何とかお応えしたいと思い立ち止まることなく走り続けてきました。ですが、これからの活動を考えた時、一度立ち止まって今の自分を見つめ直すことが必要と思い、今までできなかった長期休暇でリフレッシュすることを決意しました。休暇中は具体的に何をするかは決めていません。しっかりと自分を見つける時間にして、よりしっかりとした土台を築き、スケールアップしたいと思っています。前向きな思いを明かした。ただ今回は突然の発表で、さらに無期限という部分が注目され、今後を心配する声も上がっている。心配して連絡してくださった方もいました。無期限は、ただ休む期間を決めてないだけ。辞めることはないです。自分には歌しかありません。声が続く限り歌っていきたいし、その上で美空ひばりさんのように、自身の人生をもって歌い、聴く人の心にメッセージを送れる歌手でありたいです。そのためにも今回のお休みを大事にしたい。その休養前の大仕事となる4大劇場公演、東京明治座、大阪新歌舞伎座、福岡博多座、名古屋御園座のスタートとなる明治座公演が6月3日に開幕する。芝居とコンサートの2本立ての構成だが、芝居ではこれまでの日本の時代劇から一転、ヨーロッパを舞台にした内容に挑戦する。ケイト・シモンの舞踏会から時間旅行で、ボンジュールと題したオリジナルの演目で氷川が演じる歌手を目指す青年が18世紀のフランスにタイムスリップするというユニークなストーリー。上流階級の華やかな世界観の中、ご変化の衣装を披露する。一度華やかな演目をやりたかったのでワクワクしています。笑いあり涙ありで人間の温かい部分が感じられる、人の情を大事にした物語。衣装もジャンヌ・ダルク風、ルパン風、オスカル風の他に2パターンがあります。お楽しみに、と予告した。
コンサートも幅広い世代の方に楽しんでいただきたい、と演歌からロック、ポップスと自身の代表曲を中心とした構成。限られた時間内で濃縮した氷川きよしの世界をお届けするという。そんな公演内容とともに、今回こだわったのが劇場のテーマパーク化。公演を見る楽しみに、加えテーマパークのような楽しさときめきを届けたい、とスタートとなる明治座では自ら様々な提案を行った。まず食。秘伝レシピを元にしたキーマカレーを監修。愛称、キーアイナにちなみ、スペシャルキーアイナカレーとして期間中に発売する。お皿にもこだわったヘルシーな一品で、今回、このメニューを提供する明治座2階のカフェも、上演期間中は、カフェでキーアイナとして特別仕様の看板が掲げられる。他にも鮮やかな彩りをテーマにした氷川弁当やオリジナルグッズも開発。劇場に一歩入った瞬間からワクワクする仕掛けが満載だ。お待たせしました。菓子氷川きよし44を特集した新企画で時々キーアイナがスタート。これまで周年での連載企画として、月刊氷川きよし、新月刊氷川きよしをお届けしてまいりましたが、今回はその番外編として、自身の愛称を冠にしてリニューアル。無期限の休養前まで、タイトル通り、時々の不定期で登場していただきます。その第1回となる今回は、休養発表、喉の手術といった近況に加え、6月に東京明治座からスタートする4大劇場公演への思いをお届けします。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。